私はセシール・イオン・ソソナモン・セソナモン、はるばるフランスから日本へ留学してきましたの。ジネディーヌ財閥の一人娘なのですけれど、パパは本当に厳しい人。お小遣いは月にたったの1万円なのです。さすがに少なすぎるっちゅうねん。あーしんど。どうしたのよ、朝からいきなり。別に。あ、このコーヒーおいしい。よくわかんないけど。スプリンターズステークス、ピクシーナイトは頑張ったけど、モズはわずかに出遅れたのが痛かったね。もう終わったことはしょうがないでしょ。再来週は秋華賞が控えてるんだから、また頑張ったらいいじゃない。それはそうと、こないだゆか先生が言ってた留学生、どんな子か楽しみだね。いらっしゃいませ。ここがジャパニーズ喫茶店ね。あ、おコーヒーお一つください。はい、かしこまりました。ふう、今日は大学初日ね。さて、気合い入れて臨みますわよ。ん？あの人たち、もしかして。あ、あの、ひょっとしてなのですけれど、あなたたち馬券女子大の方々でいらして。え？あ、はい、そうですけど。私、セシール・イオン・ソソナモン・セソナモンと申します。今日から馬券女子大に通うことになりましたの。よろしくお願いしますわ。ああ、ということは留学生の。わあ、私美月って言います。こちらこそよろしくお願いします。シノです、ヨロピコ。あ、この後これから講義ですわよね。ちょうどよかったです。大学へ行く道がよく分かってなくて。あ、じゃあコーヒー飲んだら一緒に行きましょうよ。楽しみ楽しみ。はーい、じゃあ今日も始めるわよ。こちら留学生のセシールちゃん、みんな仲良くしてあげてね。はーい。はーい。さて、今日は副賞転がしにチャレンジよ。それぞれ2組に分かれて中京、中山で実践するように。じゃあ美月さんは中京、セシールちゃんは中山の担当ね。イエッサー、頑張ります。頼みますよ。中京競馬第8競走が終了しました。4番のサンライズセリー富田暁吉の手綱、2着は10番のストロングラインです。サンライズセリーヨハネスブルグの3区です。3番手争いですが、最後外からジローがよく、ここは恥を忍んで。通過、1番のドームで先頭です。まだリードが1馬身ほどありますが、外からホワイトターフ、後方にいた2番のジャスティンベル、ジャスティンベルがじわりじわりと足を伸ばしてくる。連れて5番のジャズブルースです。残り200を通過、しかし再び突き放しました。1番のドームで、ドームで突き放している3馬身のリードを取った2番手争い、5番のジャズブルース、ジャスティンベル、先頭は1番のドームで先頭ゴリ、2着は最後2番のジャスティンベルが上がっています。3番手に5番のジャズブルースです。お願い。
テクを通過、坂を駆け上がる。ここでシフルマンがアルサトワに並びかける。ピンクの帽子2頭が追い比べ。さあ、そしてその後の集団ですが、色ごとし色ごとし、そしてバグの間を縫うように、さあシャフトウライト、シュワリエローズ、内から懸命に7番の日本ピロスクール粘っている。前の争いですが、抜け出しているのはシフルマン。シフルマン外からグイグイと、ムジカ接近、ムジカ接近、そして1番のシュワリエローズが追い詰めて、ゴリ。しかし振り切りました、12番のシフルマンです。もう無理。西のライトニングや。さあ、直線を向いて10番グランミュークラ先頭に立った。そしてその外からは3番フェスティブノンド、さらに間割って1番のレゴリスが突っ込んできた。大須8番の西のライトニングの追い込み。さあ、前は混戦となったが、先頭3番フェスティブノンド、外から8番西のライトニングがこれを捉える。内から1番レゴリスが2番手に並んでゴールに。勝ったのは8番西のライトニング。2番手は2頭接戦、3番フェスティブノンドに内。グランドラインが先頭に迫っていって、さらに外から上がってくる3番ミッキーブンブン、4コーナーをカーブ直線へ、コーナーワークでマイヌルアルザ、さらに1番外からは8番のラーグルフが追ってきた。残り200を通過してドグマ、グランドライン、この争いにミッキーブンブン、外からは8番のラーグルフ、坂を駆け上がって2番のグランドライン先頭ミッキーブンブン、さらに8番のラーグルフ、ラーグルフが伸びてきた。先頭は8番ラーグルフ、ゴールイン。うちの角馬を走りました。2番手2番のグランドライン。さっき言ったれや。2番手に4番サトノファビュラス、4コーナーをカーブ直線へ、3番手に11番のトンボイ、そして内からメインターゲットプレシオーソはその間から、そしてその後ろからはヤマニンプレシオーサ、200を通過。さあ、先頭1番のコスモアンジが粘っている。その外から2番のメインターゲット、さらには4番のサトノファビュラスが突っ込んでくる。8番プレシオーソも前に詰まってくるが、サトノファビュラス違う、2番手3番手8番のプレシオーソ、4番手2番目やるね。目の色違うな。このまま最後までいたるで。よしとみ持ってこいや。インテンスライトがその内から第4コーナーのカーブに入って直線に向かいます。さあ、先頭はオパールシャルム、外からアールクインガンが並んでいって、さらに外からはハーモニーマズラン、間から11番インテンスライト、最内をついては4番レッドフラビア、あと 150m。 よしとみ、先頭は12番アールクインガン、内から4番レッドフラビアが伸びてくる。さらに外からインテンスライト、よしとみどこ行ったんや。先頭4番レッドフラビア、ゴール。2番手は12番アールクインガン残して。はい、というわけで副賞転がしの難しさを知れたみたいね。セシールちゃん、あなた競馬中は人が変わるのね。いえ、そんなことはございませんのよ。次回、三連単で万馬券ゲット。